はい。どうも皆さんこんばんは。MC にがり、AK 赤いラズマでございます。さあ、今週もやってまいりました。サンデーフリースタイル UMB 地獄のベストバウト。次はエースナンバーの18本目でございます。さあ、そんな節目の時に私が紹介するバトルはこちら。UMB 2011グランドチャンピオンシップ。磯友 VS ワニュードでございます。さあ、まずこちらのバトル。先行磯友さんから始まるんですけど。まあ、とにかく踏みまくりですわ。もうまあこう、ハンニャの2番戦時だと。時間ねえ、失端停止みたいな。まあそれ、とりあえずお前ハンニャの2番戦時だと。こう、ワニュードさんのスタイルをディスっていくわけですね。で、それに対して、まあワニュードさんの返しで、まあハンニャでも鬼でも何でもいい持っていきやがれっていう。俺が結局一番上に上がるぜっていう。で、僕が一番好きなのはその後の孤独なままじゃ終わらねえっていうのはなんか、バイブスを感じましたね。それに対して、それに当てられた磯友さんもどんどん、もう、上に、上がっていきます。で、結論から言うと、その、ワニュードさんの2バース目の高校で、こう、お前はなんかネタも仕込みたがり、みたいな、いこじらガキ、みたいな、その、ガーって踏まれて、磯友さん負けちゃうんですけど、その、磯友さんの2バース目を聞いてて、俺が思うのは、でもネタは仕込んでないだろっていう、なんか、フリースタイル、すげえフリースタイルだなっていうのは伝わってきて、お前、うつ病だろとかなんか、いろいろ言われて、ぐわってもう、2バース目で早くなって返すのが、なんか僕はすごい、好きでしたね。その相手に当てられて相乗効果でどんどん上がっていく。でもやっぱり2バース目のワニュードさんが冷静だったなという印象のバトルですかね。でもこれもすごい見ていただくと面白いし、磯友さんこの時予選からむちゃくちゃやばいんで皆さんチェックしてみてください。いえ、俺のバンク、そして脳みそ遠くにパンク、データバンク何にも入ってねえ、ベータバン以下だぜ俺なんてクソったれ。いえ、だけども行くぜ、まだまだインタビューよ、いろんな人から聞き出す、引き出す、引き出しの中に眠ってるスラムダンクは読んだことねえ。読んだことある漫画、それは犬やしゃ関係ねえけど、ゲスト今日はファンクだ。いえ。今週のゲスト、ファンクさん、お招きしておりますので、ファンクさんの話を聞いて、明るい気持ちになって、2021年頑張っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。VTR、レディーパイ。はい。というわけで、今週の、サンデーフリースタイル、昨年度のね、代表の皆さんに、リモートでインタビューさせてもらうという、そのコーナー、前回、スクービー J さんからのお友達紹介で、今回大阪代表、ファンクさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速、タバコを、タバコの話してもいいですか？タバコの話ちょっと。タバコすごいお好きなイメージがあるんですけど、はい、やっぱ結構吸われますか？まあでも言っても1日1箱なんで、そんなに、うん、はい。実は先日、すいません、私事なんですけど、はい。禁煙を始めまして。はあ、どれぐらいの期間捨てないですか？4日ぐらいです、まだ。ちょっと報告するには早い。1週間からですね、報告は。なるほど。ファンクさんは禁煙されてたこととかあるんですか？最長で多分、1ヶ月ぐらい。すごい。そうなんですよ。でもなんかふとしたことで1本吸ってしまって、また元通りみたいな。そうですね。もらいタバコ、うまいっすよね。もらいタバコ、そうっすね。まあ、基本的に僕も結構、もらいタバコ多いんで、うん、もうなんか近くにいる吸ってる人に、ちょっと一本くれへんって言って。そうっすね。ちょっと、すいません、いきなり脱線してしまって、申し訳ないです。はい、ちょっと、まあ、タバコの話はまた、ちょっと後で、ちょっと、掘らせていただきます。はい、すいません。まあ、緊急事態宣言、まあ、今出てて、で、まあ、コロナのものものもあると思うんですけど、大阪は、どんな感じですか？その街だったりとか、その、梅田周りの皆さんのこの活動の様子だったりとか、影響ありますか？やっぱり、あれですね、その、ライブとか、なかなかできない状況が続いてて、はい。飲食店とかもやっぱ、まあ、緊急事態宣言で、早い時間に閉まっちゃって、うん、遊べる雰囲気はやっぱ街にあんまりなくて、ただでも、まあ僕らその梅田サイファーとしては、まあリリースが近いっていうのもあって、はいはいはい。
まあ、一旦ちょっとリリースが延期になったりとかもしてるんですけど、結構その定期的に、まあ、こんな時期にっていうのもあるかもしれないですけど、ミーティングあって、ミーティングしたり、ズームでミーティングしたりとか、はい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 、で、楽曲制作も、リリース延期に伴って、アルバムの収録曲数増えたりとかして、また新しい曲出てたりとか、割と制作に関しては動いてますね。もうそれはいいっすね、なんか。だからその、伸びて曲数増えるとか、逆にこう、嬉しいんじゃないですか、みんな。その。だから僕らとしては早く出したかったなって気持ちがあったんですけど、まあいろいろとちょっと事情があって伸びてしまって、まあなんかその、リスナーに対して、ちょっとお詫びの気持ちっていうので、まあそういう風にしたんですけど、ただまあ、期間がもうほんま全然なくて、次のそのリリースに向けて新しく作ってるんですけど、はい。もう1、2週間で3曲ぐらい作らなあかんくて、結構急ピッチで今進めてるみたいな感じです。なるほどです。ちなみにその、とその作品のこともいろいろ可能な範囲で教えていただきたいんですけども。ぜひ紹介したいですね。はい。その今、延期になった作品ってもう次はいつ出るか、その延期になった先の日にちは決まってるんですか？それが、まあ一応、内側では決まってるんですけど、ちょっとまだ多分おそらく発表できない段階で。あ、なるほどです。そうなんですよ。あ、もう、皆さんの、そのファンクさんだったりとか、まあケイジーさんだったりとか、その梅田サイファーのメンバーの人の SNS とかをこう、貼り付いていただくのが。そうですね。はい。ただその、アルバムの、まあ、リリースされるアルバムから、はい。サブスクでシングルリリースが3月、4月あたりにあったりとか、うん、まあ、MV、ミュージックビデオが2、3本1ヶ月ごとぐらいに出るかなっていう予定があって、はい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 。まあ、そのリリースして、延期して、ちょっとまた捨てる、しまってるお客さんには、まあそこでちょっと楽しんでもらってっていう予定です。なるほどです。ありがとうございます。ちなみに、収録曲数はその、まあちょっと増えるっていう、はい。これだったんですけど、何曲ぐらい入ってるの？もともとは、12曲入りのアルバムなんですけど、はい、そこに3曲追加して、15曲入りで、アルバムリリースっていう形で。なるほどです。15曲は嬉しいですね。はい、なんかこう、キリがいい数字ですし、なんか。まあ今の時代特に曲数がね、なんか少なかったりとか、まあ、曲数というより、まあ、一曲一曲の時間が短かったりするんですけど、僕らのアルバム、基本的に一曲がもうほとんど4、5分、5、6分とかなんで、それが15曲ってなかなか今の時代そう多くはないかなと思うんで。まあ、確かに、一曲、まあ大体、短いのとか1分半のとかもありますもんね、なんか。そうですね。ほぼほぼ、ワンバース、ツーフックぐらいの曲とかも。あ、でも、梅田サイファーの皆さんのアルバムは、もうがっちりラップが聴けるっていうことでいいですか？もうバリバリ、そのやっぱり日本語ラップ、ゴリゴリの日本語ラップなんで、すごい聞き応えはあると思います。あれですもんね、その曲によって誰と誰がやってとかっていう。なんか昔は、はい、昔制作してた頃は、もうほんまにその場にいる人で作ってっていう、もう、寄せ集めみたいなスタイルだったんですけど、今は結構その一曲一曲に対して、例えばトラックつったトラックメーカーの人がプロデューサーとなって、誰々と誰々でこの曲一曲作ってくださいってやったりとか、あるいは、トラックだけを先にみんなで決めて、この曲で何かやりたいって人みたいな、手を挙げてくださいみたいな感じで、あ、僕このトラックでやりたいですって人が、まあ、自らを推薦して、参加するみたいな形とか、いろんな形で今はやってて。昔よりも、よりその、一曲、完成度の高いものを作ろうっていう意識がどんどん高くなっていってて、今。なるほどです。ちなみにその、可能だったらでいいんですけど、次に出る、その、梅田のアルバムで、こう、ご自身の、こう、ベストバースが入ってる曲とか、タイトルだけでも、こう、まずいですかね。全然大丈夫なんですけど、曲がね、結構その、まあ、15曲あるんですけど、はい、まあ、人数が梅田サイファーって今回のアルバムで言うと14、5人ぐらい参加してて、なので、まあ、それが結構15曲散らばって参加してるんですけど、その中でも、今回、12曲は、リリース延期する前のやつは、もうセットリストという、曲目も全部、
発表されてて、はい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 、参加してるメンバー、この曲には誰が参加してるとか発表されてるんですけど、うん、僕、15曲中9曲ぐらい参加してるんですよ。おかなり数多くて、僕とテイク M とケニックが、はいはいはい、かなり複数参加して、なので、だいぶ参加曲数多くて、まあ、自分の中ではどれもいいバスケットだなって感じなんですけど、まあ、その中で、ちょっと気に入ってるのが、無敵 Like Seventeen っていう曲があるんですけど、はいはいはい、無敵 Like Seventeen。はい、ファンク、僕ファンクと、ケニー・ダズ、テイク・エム、R指定の4人の曲で。わぁ、すごい。その曲は結構好きですね、自分的に。ちなみにその曲はその、はい。シングル配信だったりとか MV になる予定はございますか？まだちょっと予定はないかなって感じですね。ああ、じゃあもう本当アルバムの発売まで、こう、はい。そうですね。震えて待てということでいいですか？そういうことです。その R 指定さんが、こう、はい、いろんなところでその、梅田サイファーで一番うまいのは、ファンクさんなんですよって話を、少しされてるのを、よく耳にするんですけれども。はい。ファンクさんの中では、こう、梅田サイファーで誰が一番、まあ、うまいっていうか、まあ、その、何を持ってうまいとするかもあると思うんですけど、もちろん。一番ラップがうまいのは誰だと思いますか？うん、まあ、まあ、一旦、まあ、僕、一旦これ言わせてもらった上で、まあ、おそらくその R 君が、僕をすごい評価してくれてるのは、R 君自身がまず結構その、オールマイティーなスタイルでラッパーとして、なんかその、陰に特化してるとか、フローに特化してるとかいうタイプではなくて、全部のバランスがすごい、いいタイプの R 君ラッパーで、で、僕も多分、自分を分析するとそういうタイプかなと思ってて、で、そのサイファーずっと梅田サイファー昔やってた頃に、まあ僕は先輩として最初に行って、R 君の目からその自分と近いものを感じる。で、その時点では自分より経験もあってラップが上手いっていうので、多分 R 君すごい評価してくれてたんやと思うんですけど。もちろん、まあ梅田サイファーいっぱい上手いラッパーがいて、いろんなタイプの。だけど、まあなんか、自分的には自分自身も結構その、オールマイティに何でもできたり、うまく器用にこなせる人が好きで。だから自分の好みでラップうまいって、こういう人がうまいなって思う人は結構自分に近いタイプの人が多くなってきてるというか。なのでまあ、まあ結果、まあ僕が一番うまい。ただ、自分で言うのもなんなんですけど、地味なんですよね、僕のスタイルは結構。その、バトルとかでは割とその、おちゃらけたスタイルであったりとかして、まあ、その、キャラはついてると思うんですけど、結構その、派手なフローをしたりとか、すごくわかりやすい長い韻をドンと踏んだりとか、あるいはその、まあ、パンチライン。梅田サイファーだったら小武道さんみたいな。ああ、なるほど。もういかにも面白い。これはパンチライン。ですよねみたいな言い回しをそんなに多くするわけではないんで、おそらくその、まあ、自分でこんなこと言うのもちょっと何なんですけど、まあ、玄人好み、というとこは、あるんじゃないかなと思います。いや、でも、ファンクさんの、まあ、そのメタサイファーの楽曲のバースだったりとか聞いてて、こう、その、韻を置くところが、そのなんか巧妙なやり口で、こう、置いてるなっていうの、すいません、なんか、僕が言うのもあれなんですけど、すごい思ったのと、あと滑舌がむっちゃいいっすよね。なんかその、早く乗せるところが、こうなんていうか、僕とか結構ふにゃふにゃふにゃってなっちゃうんですけど、ふにゃにゃにゃみたいになっちゃうんですけど、その辺はこう何か滑舌に関する訓練とか。滑舌に関する訓練は別に一切してないんですけど、うん、その自分の中で結構一番大きいのが言葉が、なるべく一言一句聞き取れてほしいっていう意識があって。なので、早口ラップするときとかでも、例えば、タタタタタタタっていうリズムに一言一句タタタってはめるときに、同じタタタタでも、その、何ですかね、言葉のチョイスで、聞き取りやすくな、ハキハキ歌える言葉と、ハキハキ歌いにくい言葉ってあると思うんですよ。
なんかその、だから、口にしたときに、はきはき、自然とはきはき言える言葉を、意識的に選んでいってるので、おそらく滑舌がいいというよりは、口に言いやすい、早口言葉にしたときに、簡単に言えるタイプの言葉を意識的に並べてるというか。わー、なるほど。だから自分的にはおそらく僕のバースは、ちょっと早口でも、誰でも歌えるんじゃないかなって思うんですよ。歌いやすい並びになってて。そうですね。あー、すごい。なるほど。もう、魔術ですね。いえ、全然全然。言語魔術だ。わー、なるほど、すごい。ちょっと、すごい勉強になりました。いえいえ、全然。でも、滑舌は、いい方ですか、やっぱり。どちらかというと。まあ、いい方か。ちょっといい方か。悪くはないと思います。まあ、でもその言葉、ちなみにこれ企業秘密だったら、全然大丈夫なんですけど、その、はい、さん的にその、ハキハキ聞こえる言葉と、はい。その、ハキハキ聞こえないこと、言葉っていうか、その音、この言葉はハキハキ言えるんだよね、みたいなのありますか？はいはい、僕もなんかパッと今、例がちょっと思い浮かぶわけではないんですけど、その、ハキハキ聞こえる、聞こえさせる上で結構、他行とか、他行、はい。他行とかを、例えば4文字の中やったら、真ん中とかに他行が入って、特にたとか、てとか、ほうとか、ちとかはちょっと微妙なんですけど、なんかその、他行が結構強いですね。他行を間にいくつか入れてると、言葉で喋るときに、口がもにょもにょならへんというか、自然と口が、しっかり動くイメージがありますね、他行。だから結構僕多分リリックの中で他行が多かったりとか、あと、そうですね、あと濁点のつく言葉とか、なんかそうですね、イメージがはっきりパッと出てこないんですけど、とにかく多分破裂音っていうか、パンみたいな、言葉が、音が入ってる方が、より、タイトでキレのある。で、なおかつ、口にするときに歌いやすく、耳にしたときも耳障りが良くなるというか、そういうイメージですね。わあ、なるほど。これは多分見てる人も、すごい、こう、勉強になるんじゃないですか、その、若い、滑舌悪いラッパーたちは。なんか、おそらく、滑舌悪い人は、滑舌、を良くしようというよりは、口にしたときに自分が単純に歌いやすい言葉を選ぶように意識すれば、自然と多分良くなっていくんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。いい話を。いえいえ、全然です。とんでもないです。参考になりました。なんで、ぜひその、ちょっと、だいぶその、他行の話であれでしたけど、その、まあ、これから出る梅田サイファーの、そのアルバム、はい、ぜひ、その、チェックしていただいて皆さんに、で、ファンクさんのバースのその、今の話を踏まえた上でもう一回ファンクさんのバースを聞くと多分、2倍、3倍、いや、もっと10倍ぐらい面白いと思うので、ぜひ皆さん、もう、タゲを意識しながら、こう、ウェラサイファーのアルバムを待っていただくということで、よろしいですか？お願いします。ありがとうございます。前回のスクービー J さんからの、その、リクエストで、まあ、スクービー J さんとファンクさんの共通点って言ったら何って言ったらもう、これですよね。パチンコ。そのパチンコの話をしてほしいっていうのを言われたのを、ごめんなさい、忘れてて、そのパチンコについてのこう、思いというか。パチンコは、パチンコはおそらく、今まあ自分30歳で、はい、もうすぐ31になるんですけど、多分もう10年以上パチンコはやってて、まあ、正直、まあ、パチンコパチスロにだいぶ人生崩されたなっていうこれがなければもうちょっといいとこ住んでたかもなとかいうあるんですけどでもね、まあ、やっぱりパチンコパチスロとかのああいうギャンブルっていうのは日常では絶対感じれないそのアドレナリンがドバドバ出るんでそのついやっちゃうんですよね、まあ、いわゆるパチンカスなんですけどパチンコのその一番の魅力っていうのはやっぱその
まあ今言った、本当アドレナリンが出る、その非日常的な感じというか、まあ、もろ金がかかってるっていうところが一番燃えるんですかね。僕はやったことなくて。あ、本当ですか。まあでもほんまにやらんほうがいいです。一回でもやらんほうがいいです、あれは。そのパチンコパチするのやっぱ立ち悪いところは、その競馬とか、競艇とかと違って、もう家出て近所にあるっていうところなんですよね。どこにでもっていう。立ちが悪いんですよね。だからタバコと一緒で、いつでも手に入っちゃうっていう。しかも、タバコとパチンコの相性ってめちゃくちゃいいですもんね。ただね、でも今、パチンコ屋さんは、その、基本的に禁煙になってしまってて。うわー、マジっすか。その、パチンコ屋さんの中に、別の喫煙ブースみたいなのがあるだけで。あ、じゃあその、台を離れないと吸えないっていう。そうなんですよ。はぁ、なんかもう、病む人増えそうですね、なんか。来てる時点で病んでるんですよ。あっこにまともな人間いないんで。今まででこう、一番勝った時と一番負けた時はどのくらいだったですか？一番負けた時が、おそらく11、2万とか。もう一日で。一日でそんぐらい負けた。ええー。逆に一番買ったのは28万とかです。夢あるっすね。ただでもあれですよ、その、10万負ける確率が、例えば、まあ、パーセンテージ言ったら、90% だったら、一番めっちゃ勝つ確率が 10% ぐらいなんで、やっぱ10回行って9回は負けるんですよ。そのうちの1回が勝てるぐらいなんで、基本的にはやっぱトータルしたら絶対負けるんですよね。なるほど。ただやっぱその、28万の時って、やっぱどうなってしまうんですか？もう、わけわかんないぐらい嬉しいですか？やっぱ。ギャンブルやる人間多分ほとんどそうやと思うんですけど、基本的に服とか買わないんですよ。ギャンブルやる人間ってなんか服とかに興味なくて、じゃあお金何に使うかっていうと、ギャンブルなんですよ。で、まあ、ギャンブルやるやつあるあるなんですけど、はい、例えば5万円とか持っててパチンコ屋さん行って、まあ、負けて、帰り財布に1000円だけあって、で、コンビニ寄ってコンビニで弁当とか買って家で食べるんですけど、1000円でこんなに美味しいもんいっぱい食べれんのに、あの5万あったら俺どんだけ贅沢できたんやっていう思考に毎回陥るんですよ。なのに次の日また行ってんすよ。ゴミクズしかいないんで、あっこは。ゴミクズしかいない。ゴミクズしかいないです、あっこは。素敵です。ぜひ、この、今度なんかまあ、僕が大阪行った時か、ファンクさん東京来た時、ぜひ時間あったら、一緒にパチンコ YouTube を撮ってほしいです。パチスロ YouTube をぜひ。マジで、その、僕、そのパチンコパチスロが、まあ一時期好きすぎて、まあ今も好きなんですけど、好きすぎて、その、これ YouTuber としての、そのスロット実況 YouTuber やったらいけるか。だけど、そこで、いやいや、ちょっと待ってよって、その、お前ラッパーやろっていう、その、自分に言い聞かしながら我慢してます。我慢しやすい。なるほど。いやでもこう、見たい人多いんじゃないですか、ファンク&スクー BJ のパチスロチャンネル。まあでもその、見てるやつ全員クズっていう可能性あんまりね。なるほどです、すいません。まあ、このインタビューを見て、そのパチンコ、28万1日勝つこともあるんだ、ちょっとやってみたいなと思ってる皆さんにちょっと一言メッセージをお願いします。あ、そうですね。その、まあ、言ったら28万勝てる日もあります。365日のうちに28万勝てる日は、もしかしたら1日あるかもしれないです。ただ、2万円負ける日が364日あります。だとしたら、あなたは行きますか？どうしよう。僕は行きます。そういうことです。ということです。ありがとうございます。反面教師にいただいて。反面教師。ありがとうございます。その、道を、はい。なんか背中を、そうですね。見せていただいて。音が背中で語らないとなんていう。すごい、勇敢な背中でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。どうしようかな。でもちょっと、僕は正直ちょっと行ってみたいなという気持ちが、ちょっと芽生えているのは事実であるんで。ああ、だからその、タバコやめたいと同じで、やっぱり僕は基本的にその、やめようぜって言いつつも、実は導いてる、まあそういうとこあるんですよね。仲間増やしたいっていう。みんなでこう。みんなで死のうやって。そういう感じです。ありがとうございます。じゃあ、まあ、そうっすね。死に場所に困ったら、パチンコ始めてみたいと思います。はい。すいません。じゃあごめんなさい。いろいろこう結構脱線して、まあ、いろんな話、はい、でもすごい楽しかったです。ちょっと最後に、この動画を、まあ、見てる皆さんに、そのありがたいメッセージを、その、ありがたいメッセージ。はい、一言いただけたらなと。そうですね。まあ、やっぱり、まあ僕らは梅田サイファーとして、もうリリースも近いですし、まあまだはっきり日程は出てないんですけど、リリース近いので、それをまあぜひ聞いていただいた上で、また、ツアーとかもおそらくやるので、ライブ会場を足運んでいただいて、まあコロナ禍で大変な中ですけど、まあ僕らのラップ聞いていただいて元気づけてもらえれば、明日それを明日の活力にしていただいて、みんなで元気にやっていきましょう。ありがとうございます。じゃあ、ありがたかったです。ありがとうございます。皆さんぜひ、ライブ、ファンクさんのいる現場に遊びに行く際は、セブンスターの14ミリですかね。はい。2箱ほど買っていただいて、行ってみてくださいということで。最後に、すいません、ファンクさん。次のインタビューのお友達紹介をお願いします。じゃあ、僕が個人的にすごい大好きな、ベースさんを。おー。ベースさん、ありがとうございます。ちょっと、また、ベースさんも、ちょっと、なんかすごい面白い話聞けそうだなっていうのを。もう多分僕とか比べ物ならんぐらい面白いと思います。いや、ファンクさんも相当面白かったですよ、今日。いやいやいや。ベースさん、その、ライブの、バトルの楽屋とかで喋って笑わんときないんで。絶対面白いんで、あの人は。サンデーフリースタイル、リモートインタビューのコーナー、大阪代表ファンクさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も行ってみよう。ごきげんよう。